何かを変えて再チャレンジしなければいけないというふうに考えているときに、このようなありがたい話をいただき、今すごくやる気になってます。8年かけて200盗塁したので、残り野球人生で100盗塁できるように目指していきたいと思います。Thank you.